小木原健治は、日本のスキーノルディック複合元選手、指導者。現役時代は、キング・オブ・スキーの異名を取る。社団法人日本近代五種、バイアスロン連合副会長。スポーツビズ所属。北野建設スキー部部長。マネジメント契約先は、スポーツビズ。2004年から2010年にかけては自由民主党に、所属し参議院議員を一気務め。 経済産業大臣政務官を歴任した。双子の実定もノルディック複合元選手。1998年、長野オリンピック、日本代表で、現在は、タレントスポーツコメンテーター等で活動中の小木原、次春。他に、姉が3人いる。群馬県東郡草津町出身。草津町立草津中学校。群馬県立長野原高等学校を経て、 早稲田大学人間科学部スポーツ科学科卒業。大学の一年先輩の河野隆則らと共に、日本のノルディック競技の中心選手として活躍。1992年アルベールビルオリンピック。1994年、リレハンメルオリンピックの冬季オリンピックに大会連覇。さらに、世界選手権でも1993年、1995年、1997年で、 金メダルを受賞。1998年、長野オリンピックでは、日本選手団首相を務め、全選手を代表して、選手宣誓を行った。ノルディック複合、ワールドカップでは、無類の強さを発揮し、通算19勝を挙げた。1992から1993シーズンに、日本人初の総合優勝を成し遂げると、以後、 1993から1994シーズン、1994から1995シーズンと連覇し、世界初の個人総合3連覇を達成。前半のスキージャンプで他の選手に大差をつけ、後半のクロスカントリーで逃げ切るというスタイルで黄金時代を築いた。その後、政治家に転身し参議院議員などを歴任した。幼少時代は、 双子の弟、小学5年生から次春が、草津スポーツ少年団でスキージャンプを始めたことがきっかけで、翌シーズンから、ケンジもスキージャンプを始める。草津中時代に複合に転校。1985年、全日本ジュニアに選抜される。1987年、世界ジュニア選手権に出場し39位。1988年、 世界ジュニア選手権で16位。また、高校生でありながら、日本代表 B チームに昇格する。1989年、ソフィアユニバーシアードで優勝。国内では1年生ながら、全日本学生スキー選手権、大会男子複合優勝を果たす。この年には、自身初の日本代表 A チーム入りも果たす。1991年、札幌ユニバーシアードで、 複合個人優勝を果たし、2連覇を達成。前日の通り、早稲田大学の1年先輩には、高校時代からのライバルであった、河野隆則がいた。ケンジにとって、河野の存在は大変大きく、共に切磋琢磨しながら懸命に練習に励んでいた。河野が、当時の複合で、トップ選手として活躍していた、ノルウェーのエルデン兄弟の家にホームステイをして、 最先端のトレーニング法を身につけて帰ってきたとき、その考えや方法などを積極的に吸収しようとしていた人物が現時であった。一方同じ兄弟でありながら、弟の次春は真剣に練習に励む二人の行動が理解できなかったという。こうして、さらにレベルの高いトレーニングを積み重ねていった結果、ナショナルチーム入りを果たし、後のワールドカップやオリンピックでの大躍進に、 つながることになる。1992年アルベールビルオリンピックを前に、いち早く V 字ジャンプを取り入れ一躍世界トップに肩を並べ、複合団体で、正メンバー入りを果たし、優勝メンバーの一員となる。この時、世界を相手に物おじしないその精神力から、新人類と称された。以後団体で1993年ファルン世界選手権。 1994年1994年、リレハンメルオリンピック、1995年、サンダーベイ選手権で日本の世界大会4連覇に貢献。また、個人戦でも1992年12月に、ノルディック複合、ワールドカップフィンランドブオカッチ大会で、初優勝を果たすと、この1992から1993シーズン中に6勝を挙げて、 日本人初の個人総合優勝を達成。その後、1993から1994シーズン、1994から1995シーズンも制覇して、世界初の3連覇を達成。世界選手権でも1993年と1997年に金メダルを獲得。そのあまりの強さから宇宙人と呼ばれた。 1995年には、スキー界で権威のある、ホルメンコーレンメダルを、日本人として、初めて受賞をした。2001年、ユネスコ、国際フェアプレー賞、功労部門栄誉賞を受賞。2002年、ソルトレークシティオリンピックを最後に、競技の第一戦を退き、北の建設株式、会社社長室主査スキー部副部長に就任。また、この年に、長年の功績を、 国際オリンピック委員会選手委員に2回立候補している。2006年のトリノオリンピックでの選挙では392票を獲得したが412票を獲得したアイスホッケーの作恋イブに20票差で落選した。2004年第20回参議院議員通常選挙に比例代表区から自由民主党所属で立候補し初当選を果たした。参議院文教科学委員会委員。 参議院議員運営委員会委員、参議院少子高齢社会に関する調査会理事を歴任。日本オリンピック委員会アスリート委員会委員、日本オリンピック委員会女性スポーツ委員会委員、日本スポーツ仲裁機構理事、財団法人全日本スキー連盟顧問なども務めていたが、2007年より休職した。二千七年八月三十日、第一次、安倍改造内閣で、 経済産業大臣政務官に任命された。しかし、自宅の電気代を等に付け替えていた問題が発覚し、任命された当日に総理大臣官邸にて謝罪会見を行った。続く、福田内閣でも経済産業大臣政務官を務めた。2009年に世界経済フォーラムのヤンググローバルリーダーズの一人に選出された。2009年12月9日、 スポーツの現場に戻りたいとして、次期参院選に出馬せず、議員引退することを、当執行部に伝えた。2010年モーグルの上村愛子などが所属する、北野建設のスキー部部長に就任。2012年、第67回闘技、国民体育大会スキー協議会に、長野県代表として出場し、青年男子 B のノルディック複合で4位、ジャンプで13位、 国体出場は、1992年の第47回大会以来20年ぶり。翌2013年の第68回冬季国民体育大会スキー、競技会のウルリック複合青年男子 B で3位となり21年ぶりに表彰台に上った、上田女子短期大学の客員教授でもある、シーズン個人総合成績優勝大会、次春、弟子河育英ともに、 歩くことの素晴らしさを啓蒙する RQ プロジェクト運動を展開している。歩くことを通じ、下記の3つのテーマを伝えたいと歌っている。健康、美容増進、コミュニケーション不足の解消、環境問題の認知参議院議員当選後、政治資金や事務所に関連しいくつかの法令違反が発覚している。2007年1月28日、参議院内部規定に違反し、 資金管理団体以外の政治団体の主たる事務所を参議院議員会館の小木原の事務所に設置していたことが新聞で報道された。なお、小木原は議員辞職する考えはないことを明らかにしている。2007年8月29日、小木原の自宅の電気代を自身が代表を務める自由民主党、東京都参議院比例区第32支部の光熱水費として計上し、 肩代わりさせていたことが発覚した。2005年7月に、小木原がマンションを借りた際、電気代を同支部の口座から引き落とす手続きを取った。そのため、支部の通帳に電気代引き落としの記載があったため、政治資金収支報告書を作成時にそのまま支部の光熱水費として計上したとされている。小木原は誤りを認め、2005年分の政治資金収支報告書の訂正を、 総務省に届け出た。なお、小木原の事務所は、当初マンションを借りた際に、支部の事務所にする計画があったため誤ったと説明している。2007年8月30日、小木原は、総理大臣官邸にて会見し、完全に事務的なミスで私も反省しなければ、いけないが、悪意を持ってやったつもりはないと述べている。この不祥事について、内閣総理大臣の安倍晋三は、 事務的ミスであれ、分かりやすい説明をしてもらわないといけないとコメントし、荻原に退職言を提した。前内閣では政治と金の問題が相次いで発覚しており、安倍が内閣改造を行った直後にこの不祥事が明らかになったため、マスコミからも批判が相次ぎ、国民から見ると自分で使った電気代を支部に付け替えたと思われても仕方がない。人に言われて、 会見というのは自分では悪いことしていないという認識ではないかと指摘した三貫図の里氏のように辛辣な批評をする者も,も現れた。高まる批判を受け、小木原は経済産業省にて再度記者会見し国民に深くお詫びしたい。迷惑をかけて申し訳ございませんと謝罪した。しかし大臣政務官の辞任や議員辞職はしない考えを改めて示した。 福田康夫内閣でも大臣政務官に任命されている。2007年、参院選自由民主党各種団体、総決起大会にて、AAO の掛け声をかける大役を果たした。小木原には、ファンレターが数多く届くが、宛先を知らないファンもいるため、不正確な宛名で投函するものが参見されるという。オリンピック金メダリストの小木原健二や、札幌大、倉山ジャンプ競技場、 小木原ら賢様といった宛名の郵便物が、小木原の実家に実際に配達されたことがあり、小木原は感謝です。帰った方にも、郵便局の皆さんにもと語っている。ありがとうございます。